リチャードのお休みの別件なーということで始まりました。リチャードの別件な第10回ですよ。もうね、2人でやってるから、僕で言うところの5回目ですか。まあ別件な好きなものの紹介ということで、大体ね、まあ、ギタリストだからっていうので、前回がちょっとエフェクターの紹介やったのかな。でその前とかも、まあ、ドリンクの紹介1回挟んでますけど、まあ、ギターの紹介をメインでやってますけども、今日も、ギターの紹介をしようかなと思ってるんですけど、今日ってほらもう第10回じゃないですか。ということでね、結構こう節目というか、なんていうか、お10回ってすげえなみたいな感じ。すごくはないか、10回やもんな、まだ。まあまあ一つのね、節目みたいな感じなので、ちょっと特別なものを今日は持ってきました。よいしょ、じゃん。猫も見てすぐお分かりかと思いますけど、布袋さんのモデルギターですね。これ僕所有のものなんですけど、これ何がどう特別かっていうと、まあ、そんなにお前布袋さん好きなのかっていうと、まあまあ好きは好きなんですけど、そうじゃなくて、あのね、僕が生まれて初めて、アルバイトをしたお金で、生まれて初めてだから自分で稼いだお金ですよね。で買ったギターなんですよ、これ。だからね、16歳、高校1年の冬だったと思います、確かに初めて自分で買ったギターがこれなんですよ。もうね、満身創痍ですよ、これ。もうボロボロ、映るかどうかわかんないけど、すごいんですよ、傷もそうだし。で、ほんとこれ白いんですけども、なんか黄ばんでるんですよね。多分タバコのヤニだと思うんですけど、ちょっとこれはちょっとね、僕がちゃんと掃除をしてなかったせいですけど、あと結構だ、サビもそうだし、裏面もね、結構もうボロボロなっとるんですよね。でこれね、僕のその高校生の時でしたから、ギターを持ってどこかへ、まあ、レッスンも受けてましたし、その当時は。でどっか行くってなったら、もう自転車で行くか電車で行くかっていうとこだったんですけど、あのほとんど自転車だったんですよね。だから自転車の前かごにこいつをこう無理やり、あ、ちゃんとケースに入れた状態ですけど、で突っ込んで、で自転車えちらおちらとこう漕いでレッスンの場所まで行ってたとか、そんなんで傷ついたりもしてますし、もちろんずっとこれしか弾いてなかったので、当時はこれしか持ってなかったから、それで使いまくってかなり傷んでるんですけども、これ実はあのリチャード・ローでも使ってるギターなんですよ、これ。あのシングルコイルのね、あの、まあ、テレキャスタイプ、まあ、アクティブピックアップですから、ちょっと出力高めですけども、普段僕が使ってるレスポールとかね、ああいうのはちょっと全然違う種類の音が出るギターなので、でシングルコイルのギターって僕これ1本しか持ってないんですよね。だからちょうどそのレコーディングが主ですけど、今となってはライブでは使うことないですけども、結構そういうシングルコイルの音が欲しいなと思った時は、結構これプラス、まあ、エフェクターとかでちょっと音作りをして撮ってることが多いです。で今回ね、リチャード・ローのここからテレビ第10回の方で、曲を流しました。あのメランコリーっていう曲はメインこれなんですよ。ほとんどこれで、レコーディングをして仕上げた曲というのが、かなり珍しくシングルコイルの、ギターのサウンドなんですけど、まあまあこれやっぱね、モデルギターですから、布袋さん僕大好きだったの、布袋さんがいなければ僕ギターを多分弾いてなかったと言ってもいいぐらいの人なので、やっぱ憧れもありましたし、まあ、今ももちろん好きな、ギタリストの一人なんですけどもね。いいでしょうね。なんかこのギターを持つとね、どうしても最初に弾きたくなるのが、あのバッドフィーリングのねリフなんですよ。なんかちょっと怪しかったですけど、全然練習してないですから、やっぱそうですね、そういう布袋さんの楽曲を弾きたくなってくる、ギターですね。で結構ね、言ったようにずっとこればっか弾いてたので、当時意外といい音がするようになってます。いいですよ。普段ライブで使うかって言ったら、まあ、使うことはもうないですけども、まあ、布袋さんとかボーイとかのね、あのコピーバンドをするとかでなったら、もちろんこれちょうどいいじゃないかって使うかもしれないですけど、なかなかそのなんていうかな、高校生の時に買ってそんな古くから持ってるギターの割にはいまだにいい音でなってきてます。で何回かね、あの故障したんですよ、音が出なくなったりとか。でもちゃんとリペアマンの方に見てもらって修理して
未だに、リチャード・ローでも愛用しております。だから第1号のギターですよね、僕。あの今までギターの数字入ってるでしょうって見せてた、番号で言うところの01なんですよ。ただこれには番号はちょっとつけてないんですけど、ね、02から番号をつけるようになったので、うん、だから懐かしの、僕の青春時代のギターの1本っていう感じですけどもね、いいですね。たまにはこういうギターを。はい、ということでですね、今日のマニアックなベッケナーでは私の生まれて初めての、ギターを紹介しました。固定ギターフェルナンデスさんのね、いまだに大人気の、日本のギタリストですけども、固定さんの、モデルギターでした。ということで、今回はこんな感じで、ホテイさんのギターを、実はリチャード・ローのギタリストはホテイさんが好きなんだよっていう感じですけどもはい、ということでお届けいたしましたリチャード・ローのギタリスト、ホテイさん大好きの、安井でしたではまた次回、またマニアックな話をするのか、それともよくわかるような話をするのか、ちょっとまだ考えてないですけど、ぜひぜひ楽しみにしていただけると嬉しいと思います。では。